久保さん今回僕精神力とかあるじゃないですか。精にしましょうか。精神力、精。うん。あの、うん。まあ確かに久保さんが言う通り結構その、ま、マイスターの人って年寄り多いですね。多分精神力磨かれてるから、その気候とかね、4000年の歴史のなんだ武術とかも年寄り多いですよね。 まあドラゴンボール僕好きなんですけど、亀仙人もかあの年寄りですからね <laughs> その。あのヒゲ面の年寄りに悟空とかクリリンがお願いしますみたいなね <laughs>。来たかみたいな <laughs>。で、最初何やらせるかっていうと圧倒的な、あの、もう苦痛のトレーニングですよね。ひたすら、なんかその、なんだろうな、すごい、 技術、すごいテクニックを教えるんじゃなくてひたすらランニング牛乳瓶運びとかねひたすらであの亀仙人はただ見てるだけみたいなただ見てるだけみたいなずーっとランニングみたいずーっと走るみたいな <laughs> だから結局、まあ、あの教えで何が大事かっていうとまあもちろん体力も大事なんだけどもそれで何を鍛えてるのかっていうと精神力なんですよね僕はそう思いますけどねうーん もちろんあのドラゴンボールのアニメの中ではなんかクリリンと悟空がなんかその,その修行の結果みたいな感じでなんか50メートル走みたいなするんだけどもな最初ねクリリンが勝つんですよ確かだけど悟空がなんかねあの靴が壊れてるんですよねでもじいちゃんこれ靴壊れてるから裸足でいいかみたいなで裸足で走ったらクソ早いみたいななんか確かそんな物語そんなシーンがあったような気がするんですけど そうだからその辛いことを乗り越えないと精神力って僕は上がんないと思うんですよね。うんみんなんだうでもみんなその精神力を鍛えようとしないんですよね、なぜならば辛いことから逃げるというか。 うん、まあ時には逃げることも大事だと思うんですよ時には僕もしんどかったら車の運転してガス抜きというかあのコントロール精神のコントロールしにねドライブしたりとかしますけどもでもそればっかりやってたら稼げないですからねうんなんかそのガス抜きだっつってねキャバクラばっかり行ってて稼げますビジネス成功できます 毎日キャバクラで飲み明かして二日酔いで、ずっと二日酔いでビジネスで成功できる人って僕知らないですね。毎日キャバクラで飲み明かして毎回二日酔いで頭痛くてそれでビジネス成功できる人っているんですか多分いないでしょうね。もしそれでいるんだったら逆にすごいですね。<laughs> もはやもう水軒ですね。水軒の, <laughs> の領域ですね。水軒の領域ですね。水軒も面白かったですね、久保さんね、あれね。 ジャッキー・チェーンの推薦もあるもん結構面白かったな。うん、だから精神力はね、あのー、生きる上で僕はすげえ大事だと思うんですね。精神、精神っていうような。うん。で、やっぱ今、そのね、鹿児島にはチラン特攻隊の,の博物館ありますけども、やっぱ昔の精神、まあ、武士道だったりとか特攻隊があった時代、戦争があった時代っていうのは、精神力が本当に,に多分ね、僕は、 僕らは僕の見解ですけども日本っていうのは島国でちっちゃい国でアメリカに比べるとねめちゃめちゃちっちゃい国じゃないですかでなんでねこんなちっちゃい国に対してアメリカはね核爆弾を落としたのかっていうと多分ね世界でトップレベルの精神力があったんだと思う僕は思いますねだからアメリカが恐れてたのはその日本の精神力を恐れて核を落としたんじゃないかなっていうのが僕の見解ですね であとは実際に GHQ かなその日本の,その精神力を弱らせるためにそのその教えを、ね、全部こう排除していった学,学校をそういうなんとか学校を排,排除してたっていうのもあるので多分一番恐れてたのは日本の,その精神力の部分じゃないかなと思うんですよね。だってだ多分ねアメリカの分かんないですよアメリカのの歴史の中で戦争や 来てきた歴史ののの中でその特攻隊っていう概念はあるのかな国がね特攻隊でこう死んでこいみたいな多分あんまないまあ探せば僕も全部歴史知ってるわけじゃないんでわかんないですけど多分日本ぐらいですよね日の丸特攻隊みたいな感じでまあ語り継がれてるの多分ねあれ精神力なかったら飛び込めないですよ多分、うん、命もうだって死にに行くわけじゃないですか まあもちろん戦争はもう生きるか死ぬかの戦場なんだけど特攻隊に関してはもう自殺して行為なんですよ。であれは精神力がない,と,いとできないですよね。だから僕はもうアメリカはこいつらはやばいと思ったと思いますけどね。多分アメリカの人はそれはできなかったと思いますね。まああったのか分かんないですけどね。多分な多分ないんじゃないかな。 アメリカで特攻隊があったっていう話を聞いたことがないんでまああるのかわかんないですけどうんだって普通に考えてですよ国土も日本なんかめっちゃちっちゃいわけじゃないですか何でそんなちっちゃい国にね核を落とすのかって話で <laughs> 多分その軍事の人の量に関してもアメリカの兵隊さんの方が絶対量的に多分人多かったと思うんですね。 うん、じゃあなんでそれを核落とすのっていう核落とさなくても勝てるやんっていう話じゃないですか、うん、もうもう殿下の宝刀ですよね核爆弾なんつうのそれ何で落としたのかっていうと多分その日本の精神力を僕は恐れたんじゃないかなと思いますねこいつらただもんじゃないと不屈の精神ですよね武士道不屈の精神っていうなんかその這、はい上がってくる精神力 これはすごいぞみたいにそのそれが一番恐怖に感じたと思いますけどね僕はまあこれはあくまでも僕の見解ですけどうんだから今っていうのは正直その昔のその、うん、大和魂ね大和くんですけど <laughs> 大和魂的なその精神力っていうのがほとんど欠落してしまっただからあの弱い弱日本だから高度けだってね これも、まあ、言われてますけど核爆弾落とされた国が、ね、高度経済成長を遂げて、ね、世界のトップに並ぶ国になるとか、ね、ありえないわけですよ。だけどそれが何でできたかっていうと、まあ、これはプロジェクト X とか見れば分かるんですけど昔の,そのなんかものづくりしてた開発してた時の日本人の,その、ね、魂すごいんですよとにかくもう勤勉でとにかくもうすごいんですよね。 でも今って、あれじゃないですか、今なんかあれですよね、飲みに行くぞって言ったら、残業代出るんですかみたいなね <laughs>。上司が飲みに行くぞ、え、残業代出るんですかみたいな <laughs>。それ仕事ですかみたいなね <laughs>。なんかもう、昔のそういうのがないですよね。なんかその、僕はラッキーだったのが、ああ会社に泊まり込みして、ガーってやって、精神力鍛えられたんで、あれですけど。 うんだからね,、まああのねまあ、よく出しますけど、部長が帰らないから僕たちが帰れないんですよみたいなね、スタッフに言われましたからねいや、部長が帰らないから帰れないんじゃないですかとそ、まあ、そんな感じなんですよね、<laughs> 今は。で、あとはまあ、ね、社会の流れ的にも、残業したらなんか悪ですよね、なんか会社が。 会社が悪人ですよね残業させるというかそういうのは過酷な労働させるのはっていうか高度経済成長の時なんかは全てが過酷だったと思いますけどね <laughs> っていうか過酷が当たり前みたいな残業なんかもうもはやもうもう余裕で当たり前ですよそんなのは必死みんな必死で働いてたしみんな必死で何か物事をこうやってたと思うんですけどまあ今っていうのは全く 昔に比べるとないなっていうのは感じますね。うん。ほんとないですよね。うん。だからまあ、ぬるま湯になっちゃいましたね、日本っつうのは。うん。やっぱ精神力ってね、すげえ僕は大事だと思いますねせい。なんかその、テクニックがあったか、あテクノロジーがあったから、 日本にはない、日本にしかないテクノロジーがあったから高度経済成長は遂げられたのか、日本にしかない、うーん、なんだ、うーん、なんか、あの鉱,鉱山、原石、石油、わかんないですけど、なんかそういう資源ですよね。日本にしかない資源があったから、世界に名だたったのかっていうわけじゃないですよね。日本なんか資源ないじゃないですか。全部ほぼ輸入してるんですよ。 しだからその石油がガッポガッポ出るような国だったらねそりゃ儲かれるじゃないですか日本って石油ないですよねそんなにねじゃあその技術ですよね例えばものづくり日本って言われましたけどそ,その技術も鍛錬してもう精神力ですよねそれで鍛え上げてあの日本のジャパンクオリティみたいなの作ってったと思うんですけど まあ、あそこのジャパンクオリティ日本の製品は安心だ安全だっていう風なそな安心安全を作ってきたっていうのは多分日本の大和魂日本の精神力なんじゃないかなって日本人のきめ細か,いやさ,かさやとかねなんかそういうとこなんじゃないかなと思うんですけど今は日本の日本の強みがもうなくなったんじゃないかなと思います、ね、<laughs> 日本の強みがなくなくっったっていうね。 唯一ちっちゃい国の島国で一番世界に戦える強みだった精神力っていうのが今なくなってるとその一番の強みがなくなったらもうどうすんのっていうだから日本もんかやばいっすよねぶっちゃけ、うん、まあ久保さんはそれも感じてると思いますけど日本に未来はあるのかっていうと僕はあんまないんじゃないかなと思いますね だからこそネットビジネス僕はやるべきだと思いますね。ネットでビジネスができればね、別に日本離れても、久保さんも別に日本を離れても別にライブできますよね、YouTube ライブ。<laughs> 動画撮れますよね、どこでも <laughs>、うん。僕も本当にどこでもいいので、日本がダメになったら他の国に行けばいいだけなんで、うん、別に変わんないです、やること。やること全く変わんないです。<laughs> 本当に。うん だ日本の危機です。日本が一番失ってしまったのはやっぱ精神力かなと思いますね。失ってはいけないものを失ってしまったっていう。うん。だそれをね、僕はなんか肌で感じる、まあお客さん見ててもそうなんですけど、なんでやらないのかなっていうのをね、いつも思うんですよ。うん。まあそれをね、マインドとかね、あのいろんなマインドですとかあ、まあそういう考え方みたいな話をするんだけど、 まあ上級の話をすると、ぶっちゃけもう精神ですね。精神力ですね。精神力がなさすぎる。うん、精神が弱すぎる <laughs>。だから、メンダメンそのが、外来語、外国語にするとメンタルってなるのかな、精神は。でも、まあ、僕は日本人なんで、精神、大和魂、みたいな。なんか、そんな感じですけどね。 メンタルクリニックとかねいやクリニックとかそういうのじゃないよみたいなね <laughs> 久保さんな何となく分かると思うんですけどなんかメンタルクリニックとかあるじゃないですかいやクリニックちゃうよねみたいな<笑><笑>でそういうのじゃないんだよねっていうだからそれはなんか、うん、やっぱアメリカのぶ文化というかそういうのが降りてきたからメンタルクリニックみたいになったのかなとは思いますけどだから精神力,力道場とかないですよねなんかね メンタルクリニックですよねどちらかというと精神同詞をなんとか塾なんとか塾とかないですねあんまり、うん、クリニックですよね <laughs>、うん、だうつ病っていう言葉もね昔はなかったんだけどねていうかもう,うん核爆弾落とされた時みんなうつ病だったと思いますけどね、うん、だって うつを通り越して喪失ですよね、もはや。うつ病をこして多分喪失してたと思うんですよ。焼け野原になってね。だけど、世界のトップに腫れるまでいったんですよ。じゃあ、うつ病だからできない。あの、なんだん。っていう概念があるとするならば、高度経済成長は遂げてないですよ、多分日本は。 そ,うそこになんで日本がこうのし上がれたのかっていうと圧倒的な不屈の精神力かなと僕は思いますけどね。い、うん、ってらっしゃい。